デザインとかものづくりっていうのにすごく昔から小さい頃から興味があったんですけど、長い間形として残るデザインに携われたらいいなと思って建築学科に決めました。学科問わずみんなが仲いいっていうのと、先生とその講師との距離が近くて、学生じゃなく先生とも仲良くなれるっていうところをしてます。将来的には一級建築士になって、で自分の設計事務所を建てて、やっぱり地域の人に愛される家や一部の人にでもいいなと思ってもらえるような家づくりをしたいと思ってます。来たら分かるからみたいな感じですかね。百聞は一見にしかずっていうので、やっぱりオープンキャンパスに来ていただいたら、やっぱりそういう雰囲気とか仲の良さとかが分かっていただけるかなっていうのは思います。